どうも、はじめまして。今年2月に歌手でデビューしましたマノアです。番組はすでに始まってるんですが、何の番組って思ってる方いますよね。この番組は推し丸と言いまして、皆さんに推す一押しの〇〇を紹介していこうと始まりました。よろしくお願いします。突然ですが、皆さんお散歩は好きですか？私は好きで普段からよく歩いてるんですけど、今日はこの越中島公園という場所を歩いています。初めて来たんですけど、とっても景色が良くてめちゃくちゃ気持ちいい場所ですよね。おしまる。今回のおしまるテーマはスタートです。春はいろんなスタートがありますけど、学校とか就職とか趣味を始めたとかいろいろありますよね。私のスタートはこの番組が始まったことですかね。ということで、今回はスタートにちなんだお店を紹介します。この春大学に進学したり、社会人1年目を迎えたりと、一人暮らしを始める人も多いですよね。そんな新生活で大変なのが毎日の食事ですよね。ということで、最初は簡単で美味しい食材を販売するマルハニチロさんを紹介したいと思います。マルハニチロさんの一押しをおしまる。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。マルハニチロプラザ担当の小林です。マルハニチロプラザはマルハニチログループの缶詰や冷凍食品、デザート、ギフト商品など広く取り揃えたアンテナショップです。取扱商品は缶詰は約80品、冷凍品は約60品、全体として300品を取り扱っております。すごいいっぱいあるんですね。はい、たくさんあります。じゃあ早速見せてください。はい、中ぜひご覧ください。缶詰がいっぱいありますね、小林さん。はい、マルハニチロの定番といえば缶詰です。アンテナショップならではの豊富なラインナップで取り揃えております。小林さん、おすすめの缶詰をいくつか紹介してもらえますか？はい、こちらあけぼの酒缶ご紹介いたします。こちらはどんな商品なんですか？はい、こちらは原料と製法にこだわり、鮭本来の味わいをお楽しみいただける商品です。美味しそう、お腹空いてきました。こちら110年以上販売されているロングセラーの酒缶詰です。大人気なんですね。小林さんも好きですか？はい、私もこちら大好きな商品です。続いての商品は何ですか？はい、こちらイワシ缶詰をご紹介します。北海道で水揚げされたイワシを使用しておりまして、味付けが3種類ございます。水に味付け、味噌煮とございますので、お好きな味をお楽しみいただければと思います。こちら春の新商品をご紹介いたします。サバ水煮、食塩不使用です。塩分を気にされている方にもおすすめの商品です。また料理素材としていろんなお料理に使っていただけます。こちらは何の種類があるんですか？はい、こちらは冷凍品のコーナーになります。水産加工品からチャーハン、麺類など一般の家庭用冷凍食品まで広く取り扱っております。おすすめは何ですか？はい、おすすめの冷凍食品はこちら、家庭で味わえる本格中華、新中華街シリーズです。冷凍食品にあんかけラーメンとか焼きそばもあるんですね。中でもおすすめなのが、はい、こちら横浜あんかけラーメンです。8種の具材入りでとろみスープが美味しいラーメンになっています。これは作るのは簡単ですか？はい、こちら簡単調理でご自宅でも本格中華が楽しめる商品になっています。私ラーメン大好きなんで今度食べてみたいと思います。こちらは冷凍食品の新シリーズ、おかずプレートです。
電子レンジ調理で夕飯のおかずの一品やおつまみにお使いいただけます。春から新生活を始められる方にぜひおすすめの一品です。こんなに美味しそうな料理がすぐに作れるんですね。この時期におすすめの商品はこちらです。たくさんあるんですけれども、おすすめなのがこちら、豊洲場外魚菓子おつまみソーセージです。イカ、ホタテ、それぞれの旨味や香りを詰め込んだフィッシュソーセージとなっています。お父さんのおつまみに合いそうな商品ですね。はい、おつまみに最適のソーセージです。何ですかこれ？ガチャガチャ？缶詰が出てくるガチャガチャってことなんでしょうか？お、小林さんがガチャガチャを回している。なんで、なんだろう、サバのトマト煮めちゃくちゃちっちゃい。うん、指輪になるんですね。めちゃかわいい。小林さん似合ってますよ。毎月8日と26日はマルハニチロの日、店内商品が 5% オフです。皆様ぜひお立ち寄りください。こちらが豊洲場外魚菓子おつまみソーセージのホタテ味です。なんかめちゃくちゃ見た目もホタテだし、香りも部屋中がホタテになるぐらいいい匂いです。早速食べてみたいと思います。いただきます。ソーセージなのにめちゃくちゃホタテの味がしてめちゃくちゃ美味しいです。おすすめです。マルハニチロプラザさんには缶詰だったり冷凍食品だったり手軽で美味しいメニューがあるので、新生活のお供におすすめです。ぜひお店に行ってみてくださいね。おしまる。続いてのスタートにちなんだお店はお茶で有名な伊藤園さんです。新生活のスタートとなる4月5月は新茶の季節なんですよね。ということで伊藤園さんの一押しの〇〇をおしまる。こんにちは。こんにちは。サリオ伊藤園伊東洋華堂木場店の店長富樫と申します。伊藤園の直営店ならではのこだわりのお茶や抹茶を使ったメニューを楽しめる喫茶タイプのお店です。本格的な立てた抹茶や入れ方にこだわった緑茶や抹茶を使用したスイーツもございます。またメニューで使用しているお茶やお抹茶、その他ティーバッグギフトなどは物販コーナーにてお買い求めいただけます。茶寮伊藤園さんのおすすめを教えてください。はい、こちらです。人気の抹茶ラテになります。本格抹茶を使用した抹茶ソースと牛乳を合わせた抹茶ラテはとても濃厚で少しほろ苦いのが癖になる商品です。無糖でお作りしておりますが、砂糖やガムシロのご用意もあるため甘党の方でも安心してお召し上がりいただけます。ホットもアイスもご用意しておりますので、肌寒い日やこれからの暖かい時期でもオールシーズンでお楽しみいただけます。抹茶と牛乳って相性ぴったりですよね。めちゃくちゃ美味しそうです。続いては何ですか？はい、こちらは期間限定の爽やかレモンのレアチーズ風ラテです。こちら春の期間限定商品です。レアチーズケーキに甘酸っぱいレモンの香る抹茶のほろ苦さと緑がこれからの時期にぴったりです。数量限定ですのでぜひお早めにお試しください。食べてみたいです。お、今度はパフェですか？はい、こちらはミックス白玉小豆ソフトクリームです。当店一番人気の商品はミックス白玉小豆ソフトクリームです。本格抹茶味と香り高いほうじ茶味のミックスソフトクリームにカリカリ食感のライスクリスピーや粒あん、もちもちの白玉を合わせた
手軽サイズなのに満足感のあるデザートです。お子様からご年配の方まで幅広い年代のお客様にご好評いただいております。見た目だけで美味しいのが分かりますね。シャレオ伊藤園さんではお茶の葉も販売してるんですね。おすすめはありますか？はい、こちらのほれぼれです。リーフタイプとティーバッグタイプをご用意しております。物販イートインで人気ナンバーワンのほれぼれは鹿児島産のかぶせ茶で、旨味とコクが強く渋みの少ない緑茶です。暖かくなるこれからの時期には水出しにしても美味しい商品です。今回紹介した美味しいお茶や抹茶を使ったスイーツはイートインスペースでいただけます。ぜひ行ってみてくださいね。5月31日までにお越しいただいたお客様に、お会計時おしまるを見たで飲食メニュー全品 10% オフにいたします。皆様のお越しをお待ちしております。どれも美味しそうでしたね。今度食べに行きます。先ほど言った通り、4月5月は新茶の季節なんですけど、その年一番最初に摘まれる新茶は福を呼ぶ縁起物なんて言われてるんだそうです。ぜひシャレオ伊藤園さんへ行ってみてくださいね。おしまる。ここからは視聴者の皆様に私のことを知っていただくコーナーです。その名も、前から読んでも後ろから読んでもマノアの馬。今回は初めてなので自己紹介ということで、私マノアの秘密を紹介します。ということでやっていきましょう。出身はどこですか？大阪府藤井寺市です。わんぱくでした。男の子と外で遊ぶ派でした。ドッジボールとかしてました。好きな食べ物は何ですか？ラーメン、タン塩、生ハム、トマト、ローストビーフ、焼肉。特技は老若男女誰とでも仲良くなれることです。一輪車に乗れます。永遠にお友達と遊びに行くときとかに、みんなが自転車乗ってるところに私が一輪車で遊びに行くってことをしたことがあります。趣味は動物と触れ合うことです。爬虫類も好きですし、哺乳類も好きですし、動物は全部大好きです。歌手になったきっかけは、小さい頃から家族みんな歌が大好きだったんですけど、小学生の時からいろんなテレビ番組に出させてもらって、だんだんなりたいなと思ったんですけど、中学生の時にのど自慢に出場した際にお声をかけていただきまして、デビューが決まりました。これからやってみたいことは、どうだろう、大阪と東京しかあまり行ったことがないので、いろんな全国各地にお仕事で行けるようになりたいなって思ってます。さて、第1回のおしまるいかがでしたか？今回のテーマ、スタートということで、新生活に嬉しい缶詰や冷凍食品のマルハニチロプラザさんと、新茶が待ち遠しいお茶のスイーツが楽しめるシャレオ伊藤園さんをご紹介しました。ぜひ行ってみてくださいね。それでは今日はここまでです。エンディングは私のデビュー曲、歌方でお別れです。また次回も見てくださいね。せーの、おしまる。